でしてね、次はですね、まだスタープラチナ聞いてるといいんだけどもね、お待ちかねの、荒木博彦のジョジョの奇妙な冒険第4部ですね、29巻から47巻、読んだんですよね。みんな多分こん中11人もいるよね、多分読んでる人いると思うんだけどね、まあ読んだんですよ、ジョジョを。でジョジョっつうのはよくジョジョ芸人だとかって言って出てきますわね、まあ、アメトークで。でさ、大体3部話されること多いよね。なんか4部っつうと大体しかとされて、キラヨシカゲか岸辺露伴の話しかしないみたいなさ、名前はね割と。で俺もさ、まあ、3部、まあ1、まあ、当然まあ真面目だからいきなり読むわけなくて、1234とまあ来て4読んでるわけなんですけど、で3を確か去年の1年ぐらい前に読んで、で1年ぶりぐらいに4部読んでさ、で読んだんですよ。でね、4部はね、まあ私は3部はあんまハマりませんでした。本当ずっとスタンド出てきてるだけじゃないか、うるせえよと思って読んでたわけ、興味ねえよと思って、で早くさっさとデュオと戦っちゃいなよと思って読んでたわけですよ。いや私の個人的な意見ね、長いよと思って。で2部が俺好きだから、まあ、1部も、まあ、おこれで始まるんだと思って、で2部面白いなと思って、3部そうでもないって、で4部ね、4部がね本当に面白かったんだよ、本当に4部最高。ただし途中まで、途中からもういいやっていう感じ。あのね、要はね、もう私は4部途中まで読んで、私ってなんでレビューの時言うんだろうね、つまり吉本隆明に影響されてると思うんだけど、4部は本当に途中まで読んでて、あこの世界観は絶対荒木博彦、あのこの人しか書けない話だと思ったけど、この人しか表現できない世界観だと思って、もう拍手して読んでるわけよ。38巻ぐらいまでそうかで、あーってなって、3部面白いからね、あ3部面白いね、そう3部好き、うん、リスナーに弱いの俺も。でね、あのねで4部ね、で途中でさ、もう話しちゃうんですよ、ネタバレ嫌な人ちょっと音声低くしちゃって、5分ぐらい低くしてもらってね、今から喋るよ4部ね。で4部は途中でキラヨシカゲっていう、まあ犯人が出てくるわけですよ。で、最初はこの町で、森尾町って町で、その弓でね、矢で抱かれる、射抜かれると、そうすると、スタンドが出てきて、そんでそういう不穏な動きがあるっていうとこがまず話のメインとして始まっていくわけです。で、まあ、ジョウスケと男がまあそれ解決してって、まあ、なってって、で、その後に、実は森王町は一見平和に見えるけども、実は十数年前からその連続殺人事件が起こってるっていう、もう一個別の話が絡んでくるわけ。まあさ、ありますよねこういう話っていうのは。つまりカラマーゾフの兄弟も多分そうだと思うんですよ。あのこの親父を殺したのは一体犯人誰だっていうところとか、もしかしたら池袋ウエストゲートパークもそうで、最初にこうね、酒井若菜が殺されて犯人は誰だってい こう一本線が一個通ってるっていうね。で浮きで読んだらこれオムニバス形式で、割とねそれ話を一本筋ただダーッと取っておくだけじゃないのよ。いろんなそのスタンド使いたちがいろんなところでこう街でそれぞれ事件に遭遇していくっていうところも同時に描かれていくわけでさ、その殺人事件が起きてたっていうところですっげーテンション上がるわけよ。でキラヨシカゲってあの有名な割とその殺人犯が出てくるわけで、いきなりさ殺人事件が起きてるっていうところのさ次の場になったらさ、キラヨシカゲがさ女とデートしてるんだけどさ、で話しかけてんだよ。でこうずっと話しかけてるわけ、女にドライブしてる途中で。そしたらじゃあそろそろ外に出ようって車を止めて外出たら、その女の手首しかないっていうわけ。手首をすごい愛してるっていうわけ。面白いと思って読むわけ。その辺すっげーテンション上がって、でキラヨシカゲが一回追い詰められちゃって、本当にギリギリのピンチになるわけよ。でそこで自分の顔をすげ替えるっていうわけ。すげ替えるってなんだよそれって思うわけ。トルストイで顔すげ替えるって話俺聞いたことないって思うから、うわーってもう拍手、素晴らしいって思うんだよ。でもねこれも42巻ぐらいで終わってくれてりゃ本当の名作になったのにね。あとエニグマとかハイウェイスターとか興味ねえよって思ってさ、もうさ話一個転がしちゃったら絶対そこ話しちゃダメですよ荒木さん、本当に。っていうかね、全部消化不良だよ4部。怒ってんな。だって途中で
透明の赤ちゃんとか出てくるわけで、あと自分は宇宙人だっていう男とか出てくるんだけどさ、それ全部関係ないんだよ話途中で。じゃあね、じゃあ言いますよ、じゃあ出すなっていう話なわけ。じゃあ川尻耕作、キラー司会が顔変わった後の川尻耕作で話転がしてよ、なんで転がさないの本当にバカって思って。本当にこの荒木宏彦って人はね、結局3部と話変わってないんだよこれ。本当に3部もそうですからね。いや、あのスタープラスの好きっていうのはちょっと話流しておいてもらって、例えば徐々アニメになる、本当にそうアニメになってもあれ、心配だけど本当にね。でね、もう4部も こうですよ話。ほとんどまず主人公たち、まあ誰でもいいんだけど登場人物がさ、ああコンビニに行こうっていうわけ、高校生だから、よしコンビニに行こう、おい待ておかしいぞっていうわけ、お前の影がないっていうわけ、あ本当だ僕の影がないって言うといきなりグーンとなんか吸い込まれちゃって、あー光一どうしたんだって言うと、影から俺のそれはスタンドなんだって言って、ずっとその繰り返しだから本当に、あーもう嫌いよ仕掛け早くん決着つけたいって思って、だから最終的にまあ47巻で終わるんですけどもね、まあ、途中でまあ5部も入ってるんだけど、もうそんなダラダラやってっから、まあこのレビューもダラダラやってっけどもさ、ダラダラやってっから最後盛り上げたって何のテンションも上がんねえバカと思って怒ってました本当。だから何が言いたいかっつうと、俺はジョジョ形態なんかいらねえってこと言いたいっすよ本当に、バカと思って。本当ねえ、だから2部が好きって、私短いから好きなんだね 2部ってのは。もう荒木さんさ、キャラが濃いからさ、濃いの濃いの濃いのじゃさ、ねえわかります、さすがに毎日焼肉食いたかないっすよ俺だって本当に。そういうことっすよ、さらっと行きゃいいんだよ本当に。もうそういうとこなんだから、私がジョジョ芸人に言いたいのは、ちゃんと間延びしてるってこと、誰か教えてやんなきゃダメだよってこと言いたいっていうね。あんなもん出てきちゃってさ、ジョジョ芸人でショコタンとかも嘘ついてすごい面白いとかって言ってっけどさ、バカ何言ってんの本当に。褒めるだけが愛情じゃないんだよ本当に、おかずじゃないよというところででしてね。まあそういうわけでね、スタンド名ザ・レディオはですね、そろそろ次の3冊目に行きたいと思いますね。はい、まあ知った激励ですから、荒木宏彦頑張ってくれっていうことです。というわけで今日の1冊目はですね、荒木宏彦で、ジョジョの奇妙な冒険第4部29巻から47巻でした。はい。